24歳から34歳までの10年間、はいはい、タオルを巻いて広島焼きを焼いていたと、はいはい、おたふくはどんなお店さんだったんですか？そうですね、守屋でおたふくはすごい昔から有名で、お好み焼きで、広島焼きも提供するところなんですけれども、僕も高校生の頃一回バイトをさせていただいてて、で24歳になった時にちょっと携帯持ってなかったんですよ。僕携帯持ってなくてテレフォンカードで生活していて、でその時ある時食べに行った時にバイト募集みたいなのが貼ってあって、まあまあ俺やるよみたいな、そしたら明日から来いと言われて、でそのまま働くようになって、気づいたら10年経っちゃったっていう感じなんですけど、もう本当当時は行列もできて、熱々のね広島焼きを目の前で焼いてくれてパーンと提供してくれるんで、すごく美味しいですね。はい。まだあるお店さん。まだあります。はい。じゃあ足を運んだら、はい、とりあえずこれ食べておけば間違いないメニューって何ですか？モーチーズです。モーチーズ。モーチーズ。卵ふっくらの中に餅とシソと豚肉とあとキャベツがパーッと入ってるんですけど、それをふわふわの生地で焼くんですね。でパーン切るとチーズとろーっつってめちゃくちゃうまいです。